おるおる。かわいい。あ、来た。アミプラザ博多へご来店くださいまして、誠にありがとうございます。日本にする？9階、10階レストランゾーン。スピーダイニング空間では、自然とあふれる空間と、多彩な各店のこだわりメニューを楽しみいただきます。リフトっていうのがあるんですが、せーのと言ったらリフトオフというふうに大きな声で言ってください。言える人、もう一回言うよ。言える人、じゃあリフトオフでいきます。せーの、リフトオフ。きた。皆さん拍手。エヴァンゲリオン初号機の衣装で登場しました。ドギャンですか？あー、ありがとうございます。嬉しいね。はい、実はですね、うん、あ、今熊門ですね、短いお手手で頑張って拍手しております。拍手しております。ね、実はこの衣装ですね、2015年に熊本県でですね、エヴァンゲリオン大博覧会であった際にね、着用したお衣装になります。そして九州の皆さんね、6年ぶりの披露になりますが、皆さん以前見られたことある方、はーい、あ、いらっしゃる。小さい友達もありがとう、ありがとうございます。ね、くまモン、久々にちょっと来てみてどう？あ、キュッとなった、ちっちゃくなったの、お衣装がちっちゃくなった。ちょっとちっちゃくなったみたいですね。朝が太ったけんね、もうちょっと美味しいもの食べ過ぎ要注意ですけれどもね。皆さんなかなかね、この衣装ですね、見る機会がないので、ぜひですね、たくさんお写真撮っていただけたらなと思います。そして今日は熊本で、熊本県からこちらの福岡に来ましたけれどもね、あ、今お隣スタッフさんが持っていただいておりますけれども、そうなんです、熊本のね、いいところをたくさん紹介したいなというところでね、今日はくまモン、エヴァンゲリオンの、ね、大博覧会に来ておりますけれども、エヴァンゲリオンの登場人物の中で熊本の町、同じ名前の人いますよね。地域のお名前とエヴァンゲリオンの登場人物、さあ、同じ名前の分かる方いらっしゃいますか？お、お、分かる方いらっしゃいますかね。あ、あ、お、クマモン分かる。お、どんな特徴、どんな特徴かな、風に飛ばされないようにね。どんな特徴、うん、ボンボンキュッ、わー、クマモンの大好きなボンキュッボンのお姉さん。あ、お姉さんね、皆さん、ボンキュッボンのお姉さんですよ。他になんかお衣装の特徴とかある？お衣装の特徴とか、なんかあの服の特徴とか、うん、服、そうそう、うん、なになに、あ、言ってって、うん、なんだろう、なんだろう、うん、あ、あー、お姉さんたちが着てる。あれ。あれあれ、
あの私が知っているお洋服の特徴はですね、くまモンと同じ黒いお洋、あの黒いくまモン黒いんですけれども、黒いワンピースに、そして何言ってるんだろうお姉さんってね違う違う、黒いワンピースに白い羽織をね着ているお姉さん、スタッフさん分かりますか？会場の方で分かる人いらっしゃいますか？分かります。ちょっと聞いてみましょうか。お、みさとさんでしょう。お、くまモン正解は、さあどうでしょう、大正解。すごーい。お姉さん、説明の仕方がちょっとわからないよね。すいません、失礼しました。そうです、エヴァンゲリオン登場人物のね、葛城みさとさんですね。で、主人公のね、ボンキュボンのね、シンジ君の上司でもある葛城みさとさんなんですけれども、それの、そのね、お名前と同じ熊本県の美里町というところがあります。美里町行ったことあるよって方、はーい。あ、何かいらっしゃいますね、ありがとうございます。美里町、ここから車で約2時間くらいかかりますけれどもね、はい、そこにあるもう素敵なスポット、あー、もう伝えたい。さあ皆さん、よーく熊本の動き見てくださいね。長い、長い、お、すごい長いですね、長い、とってもとっても長くて、あ、ピッチリ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 、走るのかな走って、あ、よもちピッチリピッチリピッチリ、休憩しながらね、いや休んで、そうね、今日暑いしね、ピッチリピッチリピッチリ、休憩しながら長いランを登っていくところだね。分かる方いらっしゃいますか？今ので分かった方、三里町の長い段ですよ、階段です。さあ大ヒント、階段です。分かる方、分かる人、はーい、あ、分からない、難しいかな、難しいかな、分かる方、大人のお友達も、あ、わかります、そうです、3333段の日本一の石段です。すごい、ありがとうございます。3333段、とーっても長くてね、たまには休憩も大事なところになりますけれどもね、そこでね、ちょっときつくてあ、充電が足りなくなってしまう、そういう時にもね、大丈夫、くまモン、自然がたくさんありますから、そこでリフレッシュしていただいて充電完了できるんじゃない。あ、そんなことないなんでなんで、皆さんもね、あ、そうね、足がねちょっときつくなってしまうだんだん上の方に行くとね、体力を使い果たしてしまうかもしれませんけれども、皆さんちょっとすっきりしたいなっていう時はですね、足腰を強くしたいなという時はぜひ皆さんで、日本一の石段、3333段の美里町のね、日本一の石段にぜひ皆さんも行っていただきたいなと思います。はい、ということで、くまモンちょっとエヴァンゲリオンと熊本県をね掛け合わせてみましたけれども、今回はこのね、下の9階のホールでエヴァンゲリオン大博覧会があるということで、はい、ちょっと詳しい情報をスタッフさんの方にお聞きしてもよろしいですか？はい、今9階で JR 九州ホールでエヴァンゲリオン大博覧会を開催しております。入場していただくと、すごい大量のクリアファイルが壁面にバーっと飾られてます。そして今日初号機になったくまモンのここのヘッド部分、顔ですね、が大きなエヴァヘッドという展示もあります。これすごい写真スポットになってますので、あとこれもツイッターにも載ってますので、くまモンと一緒に、まあ、ぜひツイッターもチェックしていただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。さあ、エヴァンゲリオン大博覧会行ったというお客様は手を挙げてください。いいですね、1、2、3、4、5、6、7、
はい、じゃあこれから行くよっていう方手を挙げてください。1、2、3、4。あれ僕の目がちょっと見えないかな。なんかお客さんの数とこれから行くよって人がちょっと合わないような気がしますね。ねえくまモンね。だって会場内にはくまモンとのコラボグッズも展示されてるんです。これで行かないっていうわけにはいかないんじゃないですか。この後エヴァンゲリオン大博覧会に行くよっていう人手を挙げてください。おー、みんな挙げてください。どうぞ。イエーイ。はい、そしてもちろんくまモンとのコラボグッズも販売してます。クリアファイル、こっちは440円です。で、T シャツ L サイズで4950円です。これが買いたいという方は当日券を買ってぜひご入場いただいて展示物楽しんで物販を楽しんでいただければと思いますので、ね、くまモン。じゃあみんなこの後ぜひエヴァンゲリオン大博覧会に行ってください。よろしくお願いします。ではお姉さんにお戻しします。はい、ということでね、皆さんぜひ大博覧会足を運んでいただきたいと思います。そして今日はね、くまもエヴァンゲリオンのね初号機の衣装でせっかく登場したので、なかなか皆さん見る機会ないので、皆さんにちょっとお写真でも撮っていただけませんか。ということでね、最速まも3方向を向いていきたいと思いますので、皆さん目が合ったと思った時にお写真カシャッと撮っていただきたいなと思います。ぐるーっと回る、わかりました。くまもん180度ぐるーっと回っていきますので、皆さんここだと思ったら撮ってくださいね。ちょっとくまもん毛並み整えようか。よいしょよいしょ。すいません皆さん、前を失礼いたしました。よしOK! はい、整いました。それではくまモン、どちらの方向から行きましょうか。はい、じゃあくまモンから見て左側の頭立ちから行きますよ。せーの、はい、ポーズ。さあ、ぐるーっと回っていきますよ。さあ、皆さん、徐々に動いております。徐々にちょっとずつ動いておりますからね、ここだと思ったらお写真撮ってあげてください。さあ皆さん、なかなか見る機会のないお衣装ですので、ぜひ皆さんたくさんお写真撮ってあげてください。さあ今ちょうどくまモンって左側の友達、そして真ん中の方、今下の方を向けましたね。ちょっとずっと動いていきますよ。今真ん中のお友達、チャンスですよ。シャッターチャンスでございます。さあ、ぐるっとちょっとずつ動いております。さあ、だんだん右のお友達に入っております。さあ、ちょっとずつ、かわいいですね。皆さんお分かりでしょうか。ちょっとずつ動いておりますよ。さあ、だんだん一番右のお友達、カメラのご準備をお願いいたします。さあ、どんどん来ますよ。少しずつ今右側のお友達、一番ベストショットにおります。さあ、今ですよ、ちょっとポーズ変わりました。さあ、皆さん撮れておりますでしょうか。あともう少し行きます。短い時間でしたけれども、本当にありがとうございました。ありがとうございます。またですね、14時からもこちらのステージ来ますので、ぜひ皆さんエヴァンゲリオン大博覧会の後にまた遊びに来ていただけると嬉しいです。それでは最後、しっかりご挨拶していきたいと思います。以上、熊本サプライズ、くまモン大隊長のくまモンでした。ありがとうございました。皆さん、また遊びに来てはいよー。バイバーイ。小さい友達も大きいお友達も。
会いに来てはんよ。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。おー危ない危ない危ない。ありがとうございます。皆さんお手手振ってはんよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。我慢中して。いいことありますように。いいことありますように。ご利益ありそう。ありがとうございます。いいことありますように。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか。ありがたい。やるね。いいことありますように。ありがとうございます。ありがとうございます。